京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するスワローズの先発はエースの小川、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の山本、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは塩見。第9球投げました、決まった、ストライク。投球これから2球目、これも空振り、少し迷ったか。第3球はアウトコース高め、空振り三振。塩見、全くタイミングが合いません。第9球投げました、インローへ、変化球外れてボール。第2球投げた、変化球ストライク、外角高め。投球は3球目、投げた、カットボールはストライク。次は4球目、投げた、ボール。投球これから5球目、打ちました、鈍いゴロ、足立掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは山田、山田哲人、背番号1。第9球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、2球目ストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。山本、上々の立ち上がりを見せています。右の小川、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは福田。第9球投げました、打ちました、初球打ち、センター前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番佐野。第9球投げました、初球見送ってストライク。さあ、次の投球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから投げました、インハイ際どい球、ボール。第5球投げた、打ちました、ショートバウンド取った、記録はヒット。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番ロメロ。第9球佐野、スタート、投球ストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。リプレイをご覧ください。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。スワローズ、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、セカンドが落下点に入りました、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げた、危ない球、セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ、投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、2塁ランナーそのままホームへ向かった。バファローズ、まずは1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは指名打者モヤ。第9球
投げました。縦のカーブ、ボール。さあ次の投球、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。ストレートはボール。第4球を投げました。打った、センターへの打球、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0、バブローズ先制点を挙げています。2回の表、1点を追いかけますスワローズの攻撃。先頭バッターは村上。第1球投げました。スプリット見送ってストライク。第2球投げた、外角高め、空振り。これで追い込みました。第3球は空振り三振、バットアウト。山本3球で仕留めてみせました。投げた、打ちました。これはサード真正面、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ホセ。第1球投げた、初球はストライク、いきなり157キロ。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打った、太田バックしていった、ヒット、レフト前ヒットになった。ホセナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。第1球打ちました、1・2塁間のゴロ。福田ボールを掴んだ、1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。1塁ランナーホセ残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは T 岡田。第1球決まってストライク。第2球投げました、インコース引っ張った、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、ボール。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げました、流し打ち、ファール。投げました、打ちました、内野ゴロ。ポセ取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番太田。第9球投げた、チェンジアップ決まってストライク。第2球投げた、ストレートはストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、見送ってボール。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、打ちました、ボールはライナーで右中間へ、ヒット。太田いいバッティングを見せました。バッターは8番伏見。第1球投げた、決まった、ストライク。さあ次の投球、打った、ショートの左、ゲッツーコース、セカンドホースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。2回が終了しまして1対0、バファローズこの回0点に終わっています。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは西浦。第1球投げました、初球決まってストライク。1球目ストライクから第2球投げました、引っ張った、3塁線切れてファール、追い込んで第3球を投げました、直球低めボール。第4球を投げました、打ちました、次は5球目、
打ちました。第6球を投げました。低めボール球打った。ショートが右、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番西田。第9投げた、見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた、ストライク。追い込んでから投げた、インロー際どい球、ボール。次が4球目投げた、打った。 T 岡田ボールを取る。 T 岡田ベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って塩見。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球空振り、変化球にキレがあります。第2球投げた、2球目ストライク。第3球一つ外してボール。投球これから4球目、カットボールはボール。次が5球目投げました、アウトコース、見逃し三振。山本最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって1対0です。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは足立。第9球初球外れても、第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、決まったストライク。第4球はインハイへ、変化球、ボール。第5球投げました、空振り、タイミング合いません。第6球を投げました、外れた、フォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。打順は1番に帰って福田。第1打席はセンターフライに倒れています。第9球足立走った、ストライクになった、ボール。これは楽々セーフ、盗塁成功です。さあリプレイです。初球空振りからカットボール決まってストライク。第3球を投げた、打ちました。山田交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げた、低めストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、高めボール球打った、村上掴んだ。村上一塁キャンバス踏んでアウト。バファローズなおもチャンスが続いています。投げた、もう投球これから2球目、インローギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げました、打った、レフトへ上がった、レフト交代、掴んでこれで3アウトになります。バファローズ2アウト3塁のチャンスでしたが得点には結びつきません。3回の裏が終わりまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは青木。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球見送ってストライク。第3球を投げました、アウトロー、ボール。第4球を投げました、打ちました、センター方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番山田。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第9外を際どい、ボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、打ったい当たりだ。打球は左中間に上がっている、ワンバウンドヒットになった。打球が転がっている、山田ツーベース。バファローズ同点のピンチを迎えます。
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは4番村上。ネクストバッターサークルに控えているのはサンタナ。見送ってストライク。いきなり155キロ。1球目ストライクから危ない球、投げた、打った、左中間へ持っていきましたが掴みました。ボールは中継。バファローズなおもピンチが続きます。右のバッターボックスは5番サンタナ。バファローズ一打同点のピンチを迎えています。投げた、直球ストライク。投球は3球目ストライク、追い込んでいます。次は4球目ボール。さあ5球目、外角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。リプレイをご覧ください。山本、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは吉田。カットボールはストライク。まずは見送りました。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げた、打ちました。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げました、外、空振り三振。アウトコースの変化球にやられました。バッターは DH のモヤ。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球見送ってボール。第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、センターへのフライだ。センターは取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番 T 岡田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げました、ボール。投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。スワローズ、ここは引っ張りに警戒します。見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。バファローズ最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。4回までが終了しまして1対0です。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターはホセ。投げた、打ちました。第2球投げた、打った、ショートの左、足立、ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者内川。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。ストライク。投球これから2球目、インコース低め、外れてボール。投球はこれから3球目、ストライク。追い込んで投げた、完全に外れた、ボール。第5球投げた、ボール。投げました、打った、流し打ち、破ってった、内川、ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番西浦。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目空振りから、カットボールはボール。第3球はボール。第4球を投げました、打った、引っ張った、レフトの左、レフト前ヒット。内川、2塁回って3塁へ。
石浦ツーベースヒット、バファローズ逆転のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。さあ逆転のピンチで迎えるバッターは西田。最初のバッターボックス、初球を打ちました。ボテボテの当たりはファーストゴロ。 T 岡田そのままベースに入ってツーアウト。打順はトップに帰って塩見。ここまで2三振といいところがありません。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました。低めストライク、少し迷ったか。第4球を空振り三振。さあリプレイです。山本ワンアウト二塁三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって1対0です。5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは太田。初球打った、フラフラッと上がった、セカンドを落下点、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番伏見。第9球、初球見送ってストライク。第2球投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球打ちました、ファウルボール。投球これから4球目、ストレートはボール。第5球投げた、外角低め、空振り三振。最後は146キロストレート。バッターは9番足立。第1打席はフォアボール。変化球ストライク、インローへ。まずは見送りました。第2球投げた、カットボール見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、投げた、ボール。投げた、打った、これはセカンド真正面、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。小川、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。前半が終わりまして1対0です。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは青木。今日はショートゴロとセンターフライ。初球縦のカーブは空振り、タイミング合いません。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、ボール。投球これから4球目、打ちました、セカンド左へのゴロ。福田取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番山田。山田哲人。第9球、これはしっかりキャッチしていました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げました、157キロ直球、空振り三振。左バッターボックスは4番村上。今日は三振とレフトフライ。投げました、初球はカットボール、空振り、タイミング合いません。第2球投げた、外角高め、外れてボール。第3球を投げた、ストライク。第4球は打ちました、三遊間の打球、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。山本この回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって1対0です。バファローズこの回1番からの好打順になります。トップバッターは福田。今日はセンターフライとセカンドフライ。投球これから2球目、打った、ファウルボール。第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、低めの球、見逃し三振。低めいっぱいに決まった。第1球アウトコース、ストレートは外れてボール。第2球
投げた。2球目ストライク。投球はこれから3球目。ストレートはボール。第4球を投げました。ストライク。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第5球投げました。外のボール引っ掛けた。山田下がっていった。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ロメル。今日はセカンドフライとレフトフライ。外れた。ボール。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。伸びのあるストレート。投球は3球目。投げました。打った。西浦バックしていった。左中間へのヒット。ロメロいいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。左バッターボックスは吉田。今日3打席目。第1球投げました。ボール。さあ次の投球。ボール。第3球を投げた。3球目ストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げた。空振り。第5球投げた。打ちました。レフト前ヒット。吉田ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、モヤ、バブローズ、追加点のチャンスを迎えています。第2球投げた。変化球ストライク。アウトコースへ。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を1球外してボール。次が4球目。投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。バブローズ、ツーアウト一塁二塁のチャンスでしたが得点には至りません。中盤まで終了しまして1対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはサンタナ。今日はサードゴロと三振。見送ってストライク。第2球肩のカーブ見送ってストライク。第3球カットボール。空振り三振。サンタナ全くタイミングがありません。投げました。危ない球。投げました。変化球ストライク。低め。第3球を投げました。アウトコース高め。ストライク。次が4球目。投げました。アウトロー際どい球。ボール。投球これから5球目。打ちました。センター前進。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは坂口。第1球投げました。初球から打ってった。サード右横のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。満員の京セラドーム大阪ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏、バブローズラッキーセブンの攻撃。トップバッターは T 岡田。今日はサードゴロと三振。ストレートはボール。まずは内角高め。第2球投げた。外角高め見送ってストライク。投げた。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。流し打ち。どうだ。ホセ交代。ファール。次は5球目投げた。流し打ち。ホセ下がっていった。レフト前のヒットになります。 T 岡田いいバッティングを見せました。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスには太田。これが3度目のバッターボックス。第2球投げた。危ない球。第3球を
投げました。危ない球。投げました。打ちました。西田、落下点に入った。カーブグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。バッターの足元。第2球。見送ってストライク。投げました。3球目ストライク。追い込んで第4球をインハイ際どい球ボール。第5球投げました。打った流し打ち。村上バックしていった。ファルボール。打った。センターへ飛んだ。あっと弾いた。ライトからサードへ。伏見ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。リプレイをご覧ください。小川降板。右のマクガフ今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目のとバムローズ代走を送ります。俊足の小田一塁に入りました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは足立。今日はフォアボールとセカンドゴロ。第2球。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球初球見逃し三振。バムローズ代走投入です。俊足の西野二塁に入りました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは福田。ストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打った。これは打たされてショートフライ。取りました。これで3アウト。バムローズワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが得点できませんでした。7回の裏が終わりまして1対0です。さあここは守備を変えてくるようです。8回の表1点を追いかけます。スワローズの攻撃。先頭バッターは西浦。投げた。打ちました。第2球投げた。空振り。少し迷ったか。追い込んでから第3球を投げた。一つ外した。ボール。投球これから4球目。逆らわずに右へ。ファースト右への打球。山本取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。第1球投げた。初球はストライク。初球ストライクから投げた。打った。強烈な当たり。福田ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第1球ストライク。いきなり155キロ。さあ次の投球投げました。ボール。第3球打った。ファール。第4球を投げました。打ちました。足立ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。山本三者凡退に抑えています。8回の表が終わって1対0です。バムローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターはトング。これが初めてのバッターボックスになります。さあ次の投球2球目空振り。少し意識しすぎたか。投球はこれから3球目。ストライク。第4球を投げました。打ちました。右中間へのフライ。ライト前進。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは3番ロメロ。今日はここまで3打数1安打。第2球直球見送ってストライク。第3球はストレートはストライク。次は4球目投げました。打ちました。ライト前に出る。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは4番吉田。第1球投げました。打ちました。初球打ち。ショートバウンドボールを掴んだ。山田うまくさばいています。3アウトチェンジ。バファローズ結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の裏が終わりまして1対0です。今
さあいよいよ最終回、トップバッターは青木。第9球打ちました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、センター前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番山田、これが4度目のバッターボックス。第9投げた、初球を打ちました、センター前ヒット、クリーンヒットです。山田いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。山本降板、右のディクソン、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた、ツーシームはボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、打った、いい当たりだ、レフトへ飛んだ、ヒットになります。レフトからサードへ、村上ナイスバッティングです。バファローズ同点のピンチを迎えます。さあこのゲーム最大の見せ場となりました。第9投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打ちました、痛烈、入れば逆転だ、打球はすぐレフトを見送った、ホームラン、逆転スリーランホームラン、卓球は無情にもレフトスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。ディクソンきつい一発を食らいました。スワローズやりました。バッターは6番コセ、今日はここまで3打数1安打。投げた、外角高めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから。第2球投げた、打った、ショート右横のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の坂口。第9投げた、ボール。バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、ナックルカバー、ストライク。第3球を投げた、打ちました、これはショート真正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって3対1、バファローズ2点をリードされています。マクガフ降板、そしてマウンド上はクローザー石山、最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。投げました、インコース、縦のカード外れてボール。さあ次の投球、投げました、内角低め、直球は外れてボール。第3球を投げました、あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。先ほどのプレーです。出場しています、バッター西野。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打った、当たり損ない、西浦掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番若月、今日初めてのバッターボックス。第9球ボール。さあ次の投球、投げた、ストライク。第3球は外角高め、際どい球、ボール。第4球を投げた、打った、右中間へのフライですが、ここは大事にボールを取りました。ここは意地を見せてほしい。先ほど代走に起用されましたバッター小田、スタンドからは必死の声援が続いています。投げた、外角低め、見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球投げた、打ちました。打球はレフトへ、ヒット。小田、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。右バッターボックスは9番足立、今日4度目のバッターボックス。第9投げました、ストライク。アウトコース厳しいところ、まずは見送りました。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投球ボール、キャッチャー二塁へ送、これは悠々セーフ、盗塁成功です。さあリプレイです。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。マッシンサードライナー、試合終了。バファローズ1点差に届かず敗れました。高校ヤクルトスワローズが勝ちました。勝利投手